どうもバーンです、今日もですね、浜掛け防止の砂の移動をやっていくんですけども、一番北の端ですね、こちらがですね、もうすでに浜掛けが始まってるんですよ、ここね。なので、一番南端のね、この辺りの砂を持ってくるという作業を行います。ただね、ここはね、実はあの浜掛け起こってるなっていうのは分かってたんですよ。把握はしてたんですけども、優先度下げてました。なぜかって言ったら、こっから、湖岸線から遊歩道までの距離がだいぶあるんですね。なので最悪ここを傾斜をなだらかにすれば、まあなんとかなるかなっていう思いはあったんですね。ただそうは言っても、やっぱり植生を潰すっていうのがね、はばかられるんで、やっぱりあの砂が多いところの砂をこちらに持ってこようと思います。それでは作業開始。はい、どうもです。ちょっとでもね、この辺りの傾斜が緩やかになって、で露出したあの硬い岩盤みたいな層が、砂で覆いかぶされて、砂浜が再現できたんではないかなと思います。まあただ、この季節水も高いんで、まあ一両日中にだいぶまた砂は流れるでしょうけども、これを繰り返すことによって、この辺りですね、この辺りの傾斜もなだらかになりつつ、いずれ、
メインの砂浜の近くのようなところになればなと思うんですけども、ちょっとここはね、状況が違うんですよ。コーナー部分になっていたりであるとか、流れ込みの右岸であったりとかで、ちょっと状況が違うんで、様子を見つつ、やりたいと思います。本日の動画は以上です。ではでは。